麻雀遊戯王。皆様、明けましておめでとうございます。おめでとうございます。麻雀遊戯王でございます。おそらくこの動画自体は明けてから少し経っての動画になると思うんですが、まあ、それまでいろいろな動画が上がったと思うんですが、まあ、とりあえず一段落ついたよということで、ここで改めて新年の挨拶をしつつ、久々に裏話会をしようかなと思います。よろしくお願いいたします。お願いします。お願いします。星野さんと生さんと一緒に楽しく喋りましょう。はい、ということでですね、まあ一通り年末年始の動画を乗り越えまして、2020年をまずは振り返ってみようかなと思いますが、ドタバタしてましたね。いやーそうですね、結構大変な1年したよね。なんかやっぱ撮影しづらかったですもんね。しづらかった。だからなんかこのテイスト結構久しぶりだと思うんですけど、さっき調べたら約半去年の6月ぐらいでこのテイストもやってないんですよ。あ、最後多分いろんな YouTube チャンネルの紹介とかやってたんですけど、それ以来っていう感じで、でその時もその他の人ゲストに誘いづらいから苦肉の策で3人でやってたみたいな感じですね。そうですね。あれなんか15本撮りとかしてましたよね。めちゃめちゃやってましたよね。ものすごい勢いでいろんな人に電話をかけました。そう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 、それだけ、それだけの寂しがり屋会ですよ。そうですね。でも結構あれで行きましたよね、再生数は。それでも、まあ、それなりに皆さん見てくれてました。ありがたい限りでございます。本当に助かったなっていうか、はい、だって傭兵の奇跡なんて、はい、もう1年以上経ってんのに、はい、まだ1万いかないですよね。さっき調べたら1年半経ってて1万いってなかったですね。まずいっすね、うん、それに比べたらね、本当に皆さんのご協力のおかげでね。はい、いやでもね、傭兵さんは傭兵さんで、うん、去年のドタバタした大変な時にリモトークっていうね、独自のね、やっぱ路線を開発して頑張ってますから、やっぱ洋平さんはやっぱすごいなと思いはするんですね。頑張ってますよね。はい、あのね、ルミさんにね対してこう笑わせるっていうのもしっかりで、牛乳こそ吹かなかったですが、素晴らしいね、はい、ギャグでしたし。てかこの動画の趣旨を説明した方がいいですか。すげえ緩く始まったけど、これ洋平の奇跡超えられない。いきなりなんか洋平さんの文句みたいになっちゃってます。そうですね、とりあえずこの動画の趣旨は、まあ、とりあえず1年を振り返りながら、はい、今年何をするかをちょっと軽く考えて作戦会議をしようじゃないかという話でした。そこから入んないと、はい、もうこれどこまで口でいくんだみたいな。フリートーク会みたいになっちゃった、ね。まあね、そうですね、まあ、昨年はさっき言った感じですよね、まあ、撮影しづらかったなっていうのと、まあ、でもなんか泉さんとか宮内さんとかルミさんとかのなんか面白い話をどんどん聞いていこうみたいなところは結構良かったですよね。うん、そうですね、単発的な企画としても、ね、うん、多かったですし、ルミさんなんかいろんなね話を聞けて、まあ、いろんな一面が見れたのはすごく良かったのかなと思いますし、まあ、何よりあと泉さんが急にね、滝行に行ったり坊主に行ったりとか、アグレッシブなこともできたから。まあでもそうですね、だからノリさんとか、うん、後半の方にやっと再開した音楽プロジェクトとかもそうですけど、なんかあのでまだ公開プロジェクトの発表してないんですけど、結構外部の方からご連絡いただいて、なんか一緒にやりたいっていうようなお声掛けいただいて、なんか進んでるやつがちょこちょこあるんですよね。ありがたいことに、だそういうのが今年発表できたらなって思いますし、そうですね、さらにこう幅広くいろんなことができたら、あとはいろんな人とできたらっていう、ね、そうですね、あとやっとマリチューの使い方が正しくなってきた。あ、そうですね。僕らもうねフル装備で今までこう露出ゼロでやってましたけどみたいな。そうですね、我々はやっぱ寒いんじゃないかなっていう気を使ってましたけど、ね、大丈夫色気が苦手なんだよな。マージャン遊戯王、マージャン遊戯王のジャンルの中であまりセクシー路線がピンとこないってのがあったんですよね。でもね、なんて言いながら泉さんの足にすげえ、うん、こだわった時期はあったんですけど、そうだ、マリチュー起用してるのがマリチューの良さをもっと使わないとみたいな、うん、そうですね、そこにやっと気づけた1年みたいな。でも気づくとしつこいんですよね。だから気づいたらすぐしつこく使っちゃうっていう。そうなんですよ、だからやりすぎない程度に適度にこう出しながらやっていくべきだなと。そうですね、はい、マージャン遊戯ポリスはおそらくこの段階で年始の方にも結構出てると思うので、うん、そうですね、いろいろと迷惑をかけてますが、これがね規定路線に入ればまた新しい人をね逮捕しに行けますんで。まあでもね、今最強戦がオフシーズンじゃないですか、うん、また最強戦始まったらいろんなプロ雀士が現場に集まるんで、うん、ごそっと捕まえに行けますからね。ごっそり捕まえに行くことは可能なんじゃないかと。結構ピリピリしたムードだよね。そうなんですよ、マリチューのおかげでこうちょっとね和むみたいな、はい、本当にね申し訳なく思いますよね。そのね本当に全力で
対局をして帰ってきて、もう集中すごいして、その切れて頭があんまり回ってない人にすいませんちょっとだけ絡ませてくださいあれはね、あれね、近代麻雀言うは近代麻雀公式じゃなかったら成立しないかもしれない、ね、成立しない成立しないです、あのもう誰に怒られても文句言えないやつですよ。そうですね、でも皆さんに心よくやっていただけるっていうのは本当に懐が深い業界だなと。そうですね、思います、うん、はい、本当どう思ってんのかもうやらせてくんないかもしれない、まあ、実はね嫌だったってあるかもしれないですね、うん、いや本当ですよ、うん、はい、まあでもやってくれる限りはね振らせていただきますけども、まあ、基本方針怒られたらやめるっていうスタイルなんで、そうですね、だからね早いことね、本当10万人ぐらいいかないと、うん、そのやっぱ数は権力なんで、まあそうですね、うん、確かに単純な戦闘力としてね、そう戦闘力として10万あるとさすがにプロ雀士たちもまあ一応メリットとして感じてもらえるかもしれないんで、今だとねちょっとそうですね、うん、今現段階で言うと、うん、まあ、約6万人になってます、うん、これでも十分ありがたいことではあるんですが、うん、まあそうですね、10万人目指して今年はなんとか10万人いきたいですね、そうですね、うん、2021年の目標はまず10万人が目標ですかね、うん、まあでも年末に YouTuber 最強戦とかやらせてもらって、うん、 でなんかそのありがたいことに麻雀でしたけど、まあ、ご協力していただける YouTuber さんとかもちょっとずつありがたいことに増えてきたんで、うん、なんかその今まではプロ雀士をお呼びして企画っていうのが多かったんですけど、なんかそのやっぱ違うチャンネルの他業種の方とかとの交流とかもまあ深めていけたらいいなみたいな、うん、そうですね、あとは初めてちゃんとしたコラボをしたっていう、及川奈緒さんとちゃんとしたコラボをしたね、うん、今までコラボって言いながらもうこっちで来ていただいてるだけのが多かったんですが、ちゃんとねお互いの動画を出し合うっていうコラボもしっかりできたので、ちょっと気になる方はね及川奈緒さんとのコラボ会を見ていただきたいんですけども、ああいうこともしっかりやりながら、ね、いろんなところにね行けたら一番いいですね、はい、うん、なんか気軽にちょっと声かけてもらいたいんですよね、うん、全然しますからね、なんか、うんうん、やっぱり怖いですかね、このなんかあいつら何してくるか分かったもんじゃないぞみたいな感じで見られてる可能性はね、なのか嫌われてるのかどっちか単純に嫌われてるのか、うん、怖くて嫌われてる最悪なチャンネルじゃないですか、うん、そんなことない、あとは数でねじ伏せるしかないですよね、そんなことはないんだぞってことは全力で言いたいんですけどね、うん、だからやっぱり今までちょっと我々 YouTube を始めたくせに YouTube のことがよく分かってなくて、うんうん、なんか闇子にいろいろやってましたけど、うん、やっと YouTube っぽいこともできてた、はい、なんかやっぱ麻雀業界の中ではだいぶありがたいこと認知度は進んできたのかなってやっぱ思うので、うん、ありがたいですね、やっぱそれを生かして、うん、そのプロ雀士がいろんな業種の方とコラボして、うん、なんかそのいろんな麻雀とか麻雀遊戯を、ね、きっかけにいろんな業種との付き合いが増えてプロ雀士もどんどん有名になっていくみたいなのに、うん、なんか手助けできたらいいなって個人的には思ってますけどね、そうですね、さらにね誰もわからない角度で、うん、この麻雀の業界をちょっとずつ広げていく、うんうん、ことができたら一番良いですね、あと最近僕結構言われることがあって、はい、イーピン君年季入ってきたねって結構言われそうなんですよ、はい、ね、写真映像で見ると結構光当ててるから、はい、まあ、視聴者さんは分かんないと思うんですけどもうリアルで見ると結構パサパサなんですよ、イーピン君はそうですね、モデルさんとかと一緒で光を当てることで綺麗に見せるっていうことをしているのであれなんですけども、やっぱさすがにちょっと疲れてきましたね、イーピン君がうちの姿がすごい疲れてるのよもうね、何個かね、うん、世代替えというか脱皮してリニューアル繰り返してはいるんですけど、うん、ちょっとこれもちょっと疲れてきたので、また新しいボディを手に入れたいなと、まあ、というか VTuber 化したいですよね、本当はね、本当はね、そうね、これ念願のこれ裏話というか、E ピンクを試しに 3D で VTuber 化をちょっとしてくれたんですよ、そのスタッフさんがしてくれたんですけど、そんなに見栄え変わんなかったっていうそう、ね、やったんですよ、ちょっと作ったんですよ、実は。でも、平面でこうなると、もう、麻雀牌なのかどうかすら怪しくなってくるんですよね。そうなんですね。ちょっとこうね、横にすると、この後ろのこの青いところが見えたりとか、立体感ですけど、正面でこうやると、もう本当になんかもう妖怪みたいになっちゃうんで。そうなんですよね。で、手足もね、他のね、方々に比べたら棒じゃないですか、やっぱりね、なんかもうちょっと VTuber とかこう立体になるにあたり何かしらの工夫が必要なのかもしれないという課題、本当になんかその動かす意味がよく分からなくなってきたみたいな、不向きなんですかね、不向きですねそんなキャラいますかね、不向きなキャラってシンプルすぎるんでしょうね、そうなんですよ、シンプルだから、うん、シンプルがゆえに皆さんに書いていただいたり、うん、扱っていただいたり覚えていただくことも多いんですが、うん、シンプルすぎるがゆえに、うん、デジタルが向かないっていう、うん、まさかの、そうですね、不適合者なんですよ、はい、デジタル不適合者だったんですよね
残念だな、うん、まあちょっとそのもうちょっといろいろとこねくり回して、はい、まあ、デジタル化できるなら、うん、まあしていきたいなとは思いますけど、うん、まあそんなに期待しないでくださいそうですね、うん、もうエンディングのあのエンディングの姿が変わる、エンディングが変化するっていうのもそこそこ詐欺商法みたいになってきました10万円いった暁には変わるかもしれないですけど、まあでもそうですね、はい、なんかを機に変えたいですね、なんか中途半端になんかこそっと変えるっていうよりかはみたいな、そうですね、大々的に、うん、そうですね、変えていきたいです、うん、なんかしっかり振り返ろうと思ったらそんなに振り返ってなかったです、うん、とりあえず今年はいろんなことをしながら目標10万人で銀の盾を振りかざしていろんな企画をしていこう、うん、そうですね、まあ、そうですね、はい、そうですね、銀の盾手に入れたいですね、はい、マージャン遊戯ポリスとかに伺うときも銀の盾を持ちながらやったら説得力がすごいあると思うんでこうね、振り方しながらやっていきましょう、いや、ね、シリスボンで終わりましょうかいやいや、ほんとね、今ね、とりあえず近代マージャンの、うん、宣伝とかもあるんですけど、うん、もう雑誌すら流れてるんですよ、今日もういいのよ、俺負けたんだからローション相撲でもう俺は編集長じゃないから、なかった、なかった、うん、それでもね、なんかこういろんな裏話があったらまた、あ、そうだ、あの近代麻雀ね、社員を一人取りたいなと思って、あら募集かけますんで、あ、近々募集かけるんで、社員募集、近代麻雀の、社員さんを募集していますと、そうそうそう、はい、それは どこを見てればいいんですか、多分竹消防のホームページ見てれば多分近々、はい、何をする方なんですか、それって思い募集するのは、あ、もう編集ですね、もう全般ですよ、もう、もうだから雑誌から麻雀遊戯もそうですよ、だから、うんうん、なるほどなるほど、加わってほしい、うん、もうね、思いつかないんですよ、なかなか企画に参加してほしい、企画に参加してほしい、出てほしい、体張ってほしい、体張ってほしい、もう完全に編集の人じゃないから、ね、その体張った時点出てますね、動画も編集してほしいなんだろうね、だから本当竹書房さんも募集しますし、うん、麻雀あのドロップアウトっていう会社もお手伝いしてくれる方募集してたりするので、うん、まあ、ぜひなんかその麻雀のお仕事したいみたいな方がいれば問い合わせいただければ場合によっては検討できますという感じですね、そうですね、で麻雀興味あったらもうなおさらですよね、そうですね、うん、はい、ぜひぜひね、うん、興味のある皆さん応募してみてください、それが今日一番言いたかった、そうですね、うん、はい、笑顔の絶えない素敵な職場です本当だよ本当に本当だよ本当に映画を歌えない素敵な職場ですということでよろしくお願いいたします、はい、以上、まあ、じゃあ、ね、言いたいことが全部言い終わったので、はい、また裏話がたまったら唐突にやるかもしれませんので皆さんお楽しみください、はい、ということで今日はここまで、またね、ここから始まる稲佐